ちょっと運が良すぎなので、逆に期待できない。行きましょう。やばくない？今回。1回目、2回目、3回目、4回目。パシュン。皆さんこんにちは、レノンです。さあ、ということで滅日日記24日目やっていきたいなと思います。今回の滅日日記はですね、23日分もやってなかなか出そうにないということで、まあ、試行回数を増やすシリーズで、今回は6回滅日やっていきたいなと思います。もう基本的にはクエスト中の部分はカットするので、もう本当に今日は結果が見たい人向けやっていきましょう。なんならクエスト中のこの様子撮影しないまで、なんならこのクエスト中もう諦めます。喋るの全然喋れねえじゃねえか。もうなんならこのクエスト中の様子は撮影しないでいいまであるな、これな。一番最初の一戦目だけ撮影しとく。ワンパク、ワンパク阻止？ワンパク。吹っ飛ばしでワンパク阻止してるやついる。初めて見た。その手があったか。そうか、吹っ飛ばししちゃえばワンパク阻止できんだね。いや、うるさかったり落ち着きのないやつは力でねじ伏せるところが、なるほど。さあ、ということで今日はどんな聖金かな、どんな聖金なんだろうな。聖金です。大声聖金、ありがとうございます。いや、大声聖金じゃない、大きい聖金ですね。ありがとうございます。いつも思うんだけどさ、カブト割りしたりとかさ、なんだっけ、チャージアックスの属性解放切りしたりとかで、あと片手剣のさ、ジャストスラッシュやった後にさ、ありがとうございますって言ってるけどさ、誰に感謝してんの。普通によくわかんなくね。俺誰に感謝してるんだろう。モンスターハンターの神様か。攻撃手2を出すにあたって必要なことでしたね。はい、ありがとうございます。モンスターハンターの神様に日々感謝しながら、そこでね、しっかりコビを打っていかないと攻撃手2にはたどり着かないので。見切り、ありがとうございます。届かんやないか。待て、雑用割れ。なんか振りまいた今、あれ、今なんか振りむいた、張り付いたら今振りむいたよね。テオくん頑張りすぎて張り付くだけで振り向くようになっちゃった。ちょっとさ、なに、テオくんが爆発するタイミングで見切ってるつもりなんだけど、一番手前にあるこのなんだ粉塵だけは爆発のタイミング遅いんだね。聖金です。遅めの聖金、ありがとうございます。さあ、次はどんな聖金かな。聖金の弟です。ありがとうございます。間違えた、危ねえ。黄色ゲージで聖金するのはちょっとさすがにねえわな。だからさ、こういうこと、おえー、テオテスカトロの目の前にある粉塵爆破、まあタイミング遅いよねって話したのにすぐ見切っちゃった、ね、ちょっと遅いからここです。あー、そもそも当たらんやんけって。熱い、もうドクロ出てますやん。熱い、やっぱ救難呼ぶと楽だな。本当にこれでいいのか俺。前回か前々回の配信で言ってたけどさ、基本もうマルチでやります。本当にいいのか。まあええわ。さあ、聖神の弟の幼なじみです。どうもマソリーす。いろんな聖金出てきます。もうもはや聖金ではない。もうその終わるんちゃうん。何してんの。
壁に登ろうとしたのに登れなかったけ。さあこれで終わりにしようぜ。せい。外した。さあということで、本日の滅日日記は6回分、試行回数増やして6回やりますので、この結果の後にもね、あと5回分結果報告していきたいなと思います。もう最初の1回目はもうそ対流さんすーんごいぶっ飛ばしたけど、今対流さん出てたよね。やった、ありがとうございます。じゃああと5回分の結果どうぞ。さあということで2回目ですね。ほいもの、あまた匠に、ちょっともう消えちゃったけど、砲撃手2が出ない間に匠2が2回目やんけ。何それ、マジで。なんかもう2回目だとリアクション薄くなっちゃうよね、匠2が出ても。この滅日日記において2回目だから。なんだよ。さあということで3回目ですね。ちょっとさっき匠2出ちゃったからさ、絶対出なくない？太陽さん、ちょっと待って、いいの出すぎじゃない今回。あれ1回目太陽さんが出たんでしょ、で2回目が匠2、で3回目が太陽さん。さあということで4回目ですね。対流さん、匠に、そして対氷さんが出ましたが、ちょっと運が良すぎなので逆に期待できない。行きましょう。やばくない？今回1回目対流さん、2回目匠に、3回目対氷さん、4回目挑戦に、ちょっとやばいね。あるぞ今日。さあということで5回目ですね。対流さん対氷さんももちろんすごくレアなんだけど、この1回のさ滅日日記の動画で匠2と挑戦にどっちも出てんのやばくない？さあということでいきましょう。まあさすがにねさすがに5回連続クソレアなやつは出ないか。さあということでラスト6回目です。今回の滅日日記で数々のレアな装飾品出てきましたが、一番最後砲撃手2を出して優秀の美、素晴らしい最後を終えたいなと思います。素晴らしい締めでね。では強いけど違う。